バックスイングをしてダウンスイングに移る時の、腰が左に移動するバンプという動きの、質問に、答えたいと思います。まずこのバンプと言われるこの左に腰が左に移動する動きなんですけれども、これはまず何かっていうと この股関節のですね、平伸運動になります。股関節が横に少しわずかに動いて回転運動が始まるようにゴルフはなっています。一応基本は軸を中心とした、回転運動、もしくは体を入れ替えていくような動きになるのですが、一応素早く回転するためにはこの骨盤が、どのスポーツでもそうなんですが、骨盤がわずかに横移動の平伸運動をしてから回転に入っていくと、体が加速しやすいです。ですから、意識してるしてないは別として、皆さんプロゴルファーの方なんかもう少しお尻からこう左側への荷重が、左足の踏み込みだったりとか、右足をこう倒していくだとかっていうのは全部その骨盤が少しだけ平伸運動してから回転に入っていくように打ちます。これは大体あの人によって長さが違います。ここ結構長めに取ってからこう回転する人と、自分なんかどちらかというとあんま少しだけ入れて回転していくタイプなので、その長さはあのそれぞれのやりやすい方で構わないのですが、必ずバックスイングをして平伸運動があってから回転運動があると、これがバンプの基本的な動きです。皆さんやりがちなのがこの移動と回転が一緒になってしまう。そうするとどうなるかっていうと、軸が傾いて右に飛び出したりプッシュアウト、もしくはチーピンみたいな感じになってしまいます。ですからタイミングとしては少し体がバックスイングの角度のまま少し左というかお尻側に荷重して、そして体を回していく、そういうイメージで少し練習していただくと、バンプっていう動きが、なんとなく体感できるのではないかなと思います。上げて一緒に移動しながら開いてしまうと体ってガバッと開いてしまいますので、少しそれから一点回っていく、そういうイメージで練習してみてください。